大橋島は沖縄県島尻郡久米島町に属する島。東大島とも呼ばれる。大島の東400メートルに位置し、面積0.37平方キロメートル、周囲2.7キロメートルの島である。島の東側には、果ての浜と呼ばれる全長7キロメートルの細長い、さすがあり、観光スポットとなっている。島の中央部に数軒の廃屋が残る。 明治時代末期に、都内島から2家族が入植し、1960人は134人が住んでいたが、この年以降からは、沖縄本島への転出が相次ぎ、2003年頃には3世帯5人にまで減少し、2011年には人口1人となっている。2015年に最後の10人が島を去り無人島になった。人口調査上では、 2016年8月時点で2世帯7人が登録されている。過去に佐藤キビの生産などが行われていた。隣の大島との間に橋は架けられていない。定期便はないが、久米島の白漁港からチャーター船が運航されている。大島との海峡は狭いところで200メートル程度であり、大潮の干潮の時には砂浜が現れるため大島から10分ほどで歩いて、 渡ることができる。かつて住民は満潮時でも畜場で渡っていた。現在では主にサバニや小型船が利用されている。口述の指標も応答に泳いで渡って、真水を調達していた。船を通すため一部を深掘りにしてある箇所もあり、流れが速く危ない時は通ることができない。ありがとうございます。